福井平野の地形図福井平野は、福井県の霊北地方に広がる平野である。文珠山山頂より望む福井平野県下最大の平野で、面積は、福井県全体の4分の1に相当し、県人口の6割近くが住んでいる。くず川と支流のアス川、日野川による中石平野で、 南北約4 0トル、東西の幅約10から1 5トルと南北に長い。文珠山以南を竹尾盆地、崩流川以北を境平野、その中間を京儀の福井平野とも言う。古くは東大寺の荘園が広がり、その財源の一翼を担っていた。県内の水田面積の半分の約2万ヘクタールの水田が広がる大稲作地帯である。 くずりゅう川、あすわ川、日の川の三大河川によって運ばれた土砂による堆積平野であり、平坦で肥沃であるが、排水は悪い。さらに、くずりゅう川は名前にあるように竜のごとき暴れ川であり、水害に悩まされてきたため、日本一と言われるほどの大規模治水事業が行われた。合わせて、土壌改良、排水改良も行われたため、 長く水筒探索だったが、畑作が行われるようにもなり、中でも六条大麦の作付け面積は国内最大級となっている。九ずり川川口付近から南の海岸に全長約1 2トルに及ぶ砂丘三里浜があり、スイカや落橋などの栽培が行われている。また、川口部には福井臨海工業地帯が整備され、川口内側にある福井港は、 越前ガニの水揚げ校として有名である。ありがとうございます。